はい、こんにちは。今回のコンテンツはアメリカから工具を取り寄せた、その内容をね、お伝えしたいと思います。何を取り寄せたかというとですね、旋盤の、部品、工具ですかね。以前から欲しかったんですけれども、なかなか買うチャンスがなかったので、今回改めてアメリカに発注をしてようやく届いたので、それを紹介したいと思います。こんな似姿で届きました。何が入ってるかというとですね、旋盤のユニバーサルチャックって言ったり、あとはですね、リツズメチャックって呼んだりしています。新品がね、ちょっと高いんですけども、アメリカでですね、良さそうなやつを見つけたので楽しみにしてます。よいしょ。まだね、箱に入ってるんで見えませんね。今回頼んだ部品、工具がですね、2つあります。本体と、本体と旋盤を取り付けるためのネジですね。ネジはこんな見え方をしています。旋盤なので、ドローバーと呼ばれる部品と取り付けます。その時の、ネジですよね。これが1つと、三つ爪本体がおそらくこの箱の中に入っているはずです。三つ爪いろいろあるんですけども、今回私が選んだのはですね、表面にテフロンコーティングを施してあるものです。よくあるのはですね、鉄の地肌そのものなんですけども、抵抗を減らすために、テフロンコーティングをね、この会社では施したようです。ですので、この本体を、固定をして、ネジを回した時にこの3つの爪がスムーズに動くというのが、特徴です。スムーズに動くと、部品を的確に、程よいトルクで締められるというのが特徴です。まだこれはですね、取り付けられる前の段階です。先ほどの黒いネジとこの本体を、がっちりねじ込んで、それを最終的に旋盤本体にドローバーを使って固定をして、それをモーターで回すという仕組みです。はい、夢にまで見たこの三つ爪チャックがいよいよ自分の工房に来たので、この後実際に取り付けたいと思います。今回、何に使うかというと、裏蓋です。裏蓋っていうのは、いくつかの仕上げがあります。表面はヘアライン、平らなところ。その周りの、斜面のところには鏡面が。さらに外側は、サークル状のヘアラインが入ります。この斜めの鏡面を施したときに、外側のヘアラインがですね、バフで磨かれてしまうので、これを最後に、筋目を入れて、完成にしたいと思います。皆さん、機械式時計の魅力伝わっていますかね。気に入っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。またオンラインウォッチアカデミーのレッスンに関する情報もこのチャンネルでお知らせしていきますので、ぜひお見逃しなく。